今日は地元の商店街をアートの力で盛り上げようと空き家をギャラリーにリフォームした方に会いに能代市にやってきました。早速お話を伺いに行ってきます。リブートアートワーク代表でグラフィックデザイナーの藤田義彦さんです。藤田さんは一昨年の12月にこのギャラリーをオープンさせたそうですね。はい、以前は自宅の方で仕事をしていたんですけども、ちょっと手狭になりまして、そしたらちょうどよくここに事務所を構えられることができまして、で商店街がだんだん寂れてきているのを見ていて、自分にも何かできないかなと思いまして、このビルを借りることにしました。はい、単に事務所を開いただけでは人通りを増やすことはできませんので、1階にギャラリーを、2階、3階にレンタルスペースを作りました。どのようなものを展示されてるんですか？はい、市内外の手作り作家さんの作ったアクセサリーや小物なんかを常設で展示販売もしてるんですけども、これまでイベントの時くらいしか機会がなかった作家さんたちから自分の作品を発信できる貴重な場所だと喜んでもらえてます。はい、で月1回程度なんですけども、企画展や個展もやっておりまして、今は高校生の作品を展示をしております。はあ、個性的な絵ですね。僕も高校時代バンドを組んでたんですけど、やっぱり発表の場があるっていうのは嬉しいですよね。ところでこちらの外壁の大きなイラストはどなたが描かれたんですか？ですね、こちら能代市の地域おこし協力隊による壁画シャッターアートプロジェクトの一つで、商店街を活性化するためにストリートアーティスト の元エイトさん、加藤元博さんに描いてもらったんですよ。はい、で結構目立ちますので、この壁画が店の目印になってますね。とっても分かりやすいですね。他にも見られますか？こちらの商店街の方にもう一つと、あと旗町商店街のバスケミュージアムの方にもう一つ書かれています。どちらもバスケの町能代にちなんだ作品となってます。いや、街中でこういったアートを見られるのは嬉しいですね。それでは最後に藤田さんの今後のビジョンを教えてください。はい、このギャラリーを市内外の皆さんにご利用いただいて、そのアートの力で街を元気にして盛り上げていきたいと思ってます。藤田さん、今日はどうもありがとうございます。プラスプラス。県立博物館のふるさと祭り広場では2月19日まで食にまつわる秋田の焼き物を展示しています。焼き物から昔の生活や文化、価値観を伺い知ることができます。入館は無料、ぜひお出かけください。県では県民の皆様のご意見を伺い、県政に反映するため22の審議会や委員会の委員を募集しています。応募先は県総務課で、締め切りは2月16日です。それぞれ応募条件が異なりますので、詳しくは県公式ウェブサイトをご覧ください。私の秋田ビジョン、色彩の力で秋田を元気に。